そのまっすぐが来て、うん、僕早って言いましたね、うん、早いだろ、なんか早く見えるだろうみたいなことを林さんに言われたのすごい覚えてます。なんか目つけられるんですよ、うん、お前がやらないとなんか周りもやらないみたいな、うん、佐々木さんが大魔神が、はいはい、シアトル終わって、はい、ベイスターズに帰ってきた時に、はいはい、俺もドラゴンズ行ってたから、はい、横浜スタジアムで対戦したのよ、はい、帰ってきて初めて、はい、打席に入ってさ2球目か2球目かな1球目フォークかなんか見逃して、はい、2球目にここに来たの、はい、抜けてきたの球が、はいはい、それを俺こうやってこういうふうに避けたの、はい、その時に腰がグギってもうその時にあっってなったの、はい、でももう佐々木さんだから痛がんないでもう我慢してその打席でセンターフライ打って終わってそれがきっかけで俺ヘルニアになったの。佐々木さんに言ったらあ言ったんだっけな俺まあ言ったと思うんだよな佐々木さん、はい、俺のせいじゃねえよみたいな感じで、はい、佐々木さん避け方が悪いんだよ避けこうやるからダメなんだろうみたいな、まあ、それぐらいかな俺他にないね。ああとあったあった子供の頃木から落ちたんだ俺、はい、まあ俺田舎者だから、はい、まあ遊ぶって言ったら校庭の木に登って、はい、木と木の間に紐をこうつなげてさ、はい、それをこうやってやったりしてたのそしたらそっから落ちて、はい、手首からパーンって手から落ちたの、はい、俺両方ひびったのよ手首がで手首が強くなったの逆にですね逆に鍛えたからその後当時まだその医療あの技術が、はいはい、医療技術がさ、はい、そんなねあるわけじゃないからこう手を入れたら、はい、こう ローがこう固まってくる、はい、こういうギブスが、はい、それをもう 毎週かななんかこう付け替えに行ったり、はい、指だけ出てるでしょ、はい、でもう毎日のようにこれはやった、はい、鍛えなきゃいけない、はい、で多分強くなった思い出すとあるね俺もねいろいろでも俺はいい方に行ったっていう、はい、でもそれは大事ですよねやっぱ確かにその怪我した部位をこう鍛えるっていうのは、うんまあ、それであのこう、まあ、良くなっていくっていうのもありだよ、はい、あると思いますね、うんはい、小学校何年生からチームに入った小学校3年生ですね、うん、3年生の秋から、はい、リトルね、最初は少年野球ですね軟式少年野球から始まって、はいで小6の冬からリトル。ああ、リトルね。小6の冬から硬式ですね。はい。早いな。俺なんてさ、ね、田舎者だから、はい、俺の入ってた小学校の時の少年野球チームの監督が、はい、お前な、もうちょっと体ができてから硬式を投げろって。はい。だから俺一切硬式投げたことなかった。中学卒業するまで。はい。もうじゃあもう高校から。高校から、これ。あれ、リトルって5年からだっけ小5からですね小5から入れるんだよね、はい、あれリトルって僕は小6から入ったんですけど、うん、あの一応マイナーリーグもあってもう小学校1年生とか2年生ぐらいから公式やってる子とかいたそれはやっぱ見てちょっと早いんじゃないかなとかって思いましたけど、ね、リトルでしょでそのままそのチームでシニア、うん、はいで中3まではい松岡大輔努力したじゃあその怪我をする前、ね、怪我をする前までよよく言われるんですけどでも長くやってる人、うん、結果出してる人で多分やってない人なんていないと、まあ、もちろんねもちろん思いますけどねこれはもうめちゃくちゃきつかったとかさ、はい、練習でとか自分がやった努力とかで何かある、はい、いやーやっぱり走るのは嫌いでしたねあのね俺言っていい松坂大輔、ちょっとこう手抜きするのめっちゃうまそうじゃないめっちゃこうブワーッと走ってる風に しながら自分の中ではちょっとこう7割ぐらいに抑えてるみたいな結構得意でしょ中学校の時からそうなんですけど、うん、なんか目つけられるんですよ、うん、お前がやらないとなんか周りもやらないみたいな感じに、うんうんうんまあ、中学校の時もそうですし高校の時もそうですし、うん、だからやっぱなんか自分の中にもそれがあるんで、うん、なんかちょっと人よりも多くやらされてる感が、うん まあ、ありましたね中学校の時からなのでやっぱりちょっとやっぱサボりたいなっていう気持ちは
どっかであったでしょ。どっかでありました。でどっかでうまーくサボれるでしょ。サボれてたのかな。サボれるっていう、まあ、表現的にねちょっとまあ、はい、悪いけども、はい、どっかでうまーくこう抜けたでしょ。そうですね。何かをやってればこの練習をしなくて済むんだっていうのはなんとなく理解してたっていうんですかね。なるべくその自分の嫌な練習の方に、うん、あの方の時間が長くならないように、うん、バッティングだったらもう変な話もういつまでも、もうできるし、それでもうお前もう終わりって言われるまでは、もうとにかくもう打ちまくってましたね。あ、でもまあ俺の見立てはちょっと合ってたね。1年目何イニング投げたんだっけ。160か1年目ですよね。180イニング。今いるかセリーグで180イニング投げてるの。そら他のやつを抜いてなきゃ投げれないって。結果的にはなんかいいように言っちゃいますけど、うん、やっぱりその入れるところと抜くところの、いや絶対なんとなくその感覚は分かってたのは、うん、それやっぱ先発やってる時にも生きた気がしますね、うん、あ俺だって全部全力でやってたら、はい、まあ到底無理よ、はい、まあ、間違いなくね、はい、だからやっぱりどっかでうまく抜くところを、うん、はい、もう俺も多分めっちゃうまかったから、はい、抜き方っていうんですかね、うんうん、やっぱり抜くのもその上手な人はやっぱいると思います。いや絶対そうです、はい、それを下手なやつはさ本当もうみんなが見てるところで抜いちゃうのよ。真面目にいやいやお前それはダメでしょみたいな、わかるでしょ、はい、間の悪いのがいるのよ、はい、いますね。じゃなくて、はい、ここは全力でやっときゃいいのにみたいな、はい、そこをね、まあ、なんかうまくやってほしいなと思うよね。あると思いますね。なんかね、あの匂いとかなんかあるじゃん、はい、多分うまいタイプここ、はい、そうだったと思います、うん、はいね、はい、ホームラン打った。ホームラン何本。ホームラン1本だけ打ちました。1本、はい、少ないね。1本だけ交流戦で甲子園で打ちました、うん、あれピッチャー誰が打った。ダーウィン。ダーウィンって多分みんな知らないと思うよダービー。本当バッティングするときさ、交流戦でバッティングするときニコニコしてたよね。日本シリーズのときもニコニコしてたの。そうだそうだ。だから日本シリーズも、うん、あの西武ドームじゃなくて、はい、もう名古屋ドームで投げたときね。したらもう打席立てるだよね。名古屋ドームで2試合投げたの。じゃあ2試合投げました。だよね、はい、最初の2試合何試合目だっけ。2試合目2試合目と6試合目投げました。両方とも僕、マサさんですかね。多分そうだと思う、はい、だから最初もマサさん の, あのスクリュー、うん、感動しましたね、はい、あそう、あまあ2004年はまだマサさんも結構良かったからね、はい、初球がなんかインコースのまっすぐが来て、うん、速って言いましたね速って言ってスピード見たけど132キロだから速く見えるんだよ、あの人の体感するのは、はい、だから僕が速いって言ってたよ、うん、早いだろう、なんか早く見えるだろうみたいなことを田中さんに言われたのすごい覚えてます。いやもうあれが武器だから、はい、いやじゃなきゃ勝てないってあんのに。本当なんだなと思いました、うん、みんなその早く感じるって言ってたんですけど、ね、早いっていうのがあの打席で体感できたのが嬉しかったですね、うん、僕は本当に早い。俺はまあドラゴンズ行く前は対戦、ね、はい、してたからずっと、はいはいはい、よっぽど読んで、うん、そのポイントをちゃんと前にしないと、はい、あのまっすぐ急に来られたら打てないもん、はい、いや思いました、うん、マサさんだとスクリューボールなので、うんうんうん、スクリュー打ちたいと思って、うんうん、でスクリューあのライト線に打ちましたもう狙われてた、はい、だからね、あの日本シリーズはね石井隆なんだよ。いやそうですね、もうまさに石井隆がさ、あの、はい、人を小バカにしたような、なんかあのスロー、スロー、それもさ、あいつ顔がさどうぞみたいな、あのマウンド上でイラッとすんだよ、顔見るとやろうと思いながら。絶対その作戦でしたね。でしょ、はい、あれ MVP 高橋だっけ。そうですだよね、高橋さんです。あいつさ、ほんとで俺もう頭に来たから高橋に打ち返してやろうと思って、俺打ち返したのマジで。さあいつバーンって取ってニコニコってしながらこうやってこいつだと思って神がかってましたね。あれ高橋今どこでコーチやってるんだっけ。楽天です。楽天か、はい。いい男だよね。本当にもうライオンが入った時に高橋さんがいたから良かったですね、はい、これはちょっと今カットしといて、高橋を褒めたもん。なんか終わりになんか高
橋の話を褒めてちょっと締めっていうのもどうかどうかなって言いながら絶対これで使うから、はい、まあでもね、今日いろんな話を聞いてね、はい、で大輔のその、まあ、まあ僕らが知らないことを今日一つ知れたっていうのはね、いやいやいや、見えないところで苦労があったんだなっていうのが分かりましたよ。次は大輔の方でやるけども、はい、まあどうせ暇な時にまたやる。お願いします。今度は違うテーマで、はいはい、うん、だからもう今度は高橋の話は出さないでしょ、はい、出さないように出さないように、それかもう高橋について語り合うか、あ、それも面白いかもしれないですね、はい、高橋入れる一回、いろ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 思いそうになったらね、それもそれもありかもしれないですね、高橋ね、はい、まあということでね、ありがとうございました。どうもです、こちらこそありがとうございました。Going, you know where we started from the bottom, you know where we going, you know where we started.